パワーボートパワーボートとは、モーターボートを使った競技及び、それらで使われる船体のことを示す。クラスによっては最高速度は、時速 200km を超えるものもあり、海の F1 などとも呼ばれる。クラスは、2005年現在のレギュレーションブックによると、概要は以下の通りである。また、いずれのクラスにおいてもハイドロフォイルの使用は認められない。さらに、 F550、F850、F3000 に細分化されている。エンジンはそれぞれ数字の排気量以下。停体は固まらん。さらに G400、K400、0、350に細分化されている。エンジンはそれぞれ数字の排気量以下。停体はハイドロプレーンと呼ばれる比較的平面に近い停停を持ち。 水面を飛び跳ねるように浮いて走るタイプのものが使われる。現在、協定に使われているものと同じタイプのボートである。さらに、V850、V3000 に細分化されている。エンジンは、前者は 870cc 以下、後者は 3000cc 以下。停体は、ランナバウトと呼ばれる、停停が V 字型をしたもの。 よく見かけるモーターボートに比較的近い形態である。さらに、オフ1オフ4、オフショアオープン、オフショアスーパーに分かれる。停滞の様式には、制限がないが、固まらんタイプのものが多い。エンジンは、クラスによって、許容排気量、許容出力、搭載可能数が異なるほか、インボードとアウトボードでも細かく異なる。オフショアオープンクラスのインボードガソリンエンジン艇の場合、 千馬力 16,387cc 以下のエンジンを2機まで搭載することができる。日本でも過去にはオフショアスーパーテイとして4機掛けなどというものが登場したこともある。ランナバート艇はコーナリングの際にオートバイのようにバンクすることができ、旋回方向の内側に船体を傾けてコーナーを回る。対して固まらん艇、ハイドロプレーン艇は 四輪車のようにバンクせずに回る。フォーミュラクラス、ハイドロクラス、V クラスは単座であり、乗員1名が登場して操縦する。特徴的なのはオフショアクラスである。このクラスでは一般にスロットルマンとドライバーの2名構成、時にはナビゲーションマンが加わった3名構成で操縦する。スロットルマンはエンジンの制御を行い、ドライバーは振動を決める。 ナビゲーションマンはレースコースを指示する、いわば航海士のような役目をする。このうち最も熟練を要するのはスロットルマンであるという。また外要レースではヘリコプターなどを使って上空からのナビゲーションや戦略指示などが行われることもある。アメリカ合衆国や地中海などでは比較的ポピュラーなレースだが日本ではあまり盛んであるとは言えない。 日本国内でも比較的小さいクラスのボートを使うレースは各地で行われている。対してオフショアでもエントリーできるビッグレースは数が少なく基礎川で行われる日本グランプリパワーボートレースが唯一となっている。過去には瀬戸内ローズカップや熱海オーシャンカップなどが行われていた時期もある。日本パワーボート協会ありがとうございます。